海南は旧約聖書の創世記にその名前が現れる人物。創世記5章9節から14節によると、海南は瀬戸の孫で、父エノスが90歳の時に生まれ、自身が70歳の時に子、マハラレルが生まれ、910歳で死んだとされる。ヨベル書によると、海南の母親はエノスの妹であるの、エムである。日本語訳聖書では訳本によって表記が異なる。 文言訳聖書と、口語訳聖書、新世界訳聖書ではルカによる、福音書に述べられているイエス・キリストの系譜内に、海難が二度登場する。一つは、創世紀五章九節同様に、エノスの子、マハラレルの父として、もう一つは、シェラの父、アルパクシャドの子とされている。しかし、創世紀における、セムの系図に関する記述では、 アルパクシャドは35歳になってシェラウンだとされており、カイナンは登場しない。新共同訳聖書でのルカによる福音書では、エノスの子としてケナンが登場し、アルパクシャドの子としてカイナムが登場している。しかし、創世記におけるセムの経図の記述では、アルパクシャドは35歳になってシェラウンだとあり、どちらも登場しない。ありがとうございます。